眼科医の平松です。今日はなぜ私は緑内障の方に自分でできる運動、トレーニングとか、はたまたま食事とか、まあ、特にトレーニングですね、おすすめするのかについてお話しようと思います。眼科医の中には、まあ、自分でできることなんて何もないんだから、まあ、いいから言われることだけあって、まあ、目薬さえしてればいいんだよ。で、言われたら必要に応じて手術を受けてやっていればそれでいいんだよっていう発想もあります。で、それは 100% 間違いな考えではないんですね。なぜかというと、エビデンスと言われる、まあ、強い証拠ですね。が強くあるのって目薬や手術ぐらいなんです。なぜかというと、日常生活とか訓練っていう関連で言うと、研究する予算とか、まあ、いろんな人員が確保が難しいわけですよ。でなってくると、まあ、なかなかそこまで手が回らない。結果としてきちんとした研究データがあるのは手術、目薬、特に目薬ですね、の方に、まあ、データが偏ってきてしまうっていうのが、まあ、現実問題としてあります。なんだけど、まあ、結局データがちゃんとあるのはそっちの方なんだから、まあ、そっちで治療するべきだっていうのは、まあ、正しい。だからこそ僕はその標準治療、目薬、レーザー、手術を外してはいけないよって言ってるんです。確かに、まあ、トレーニングや食事は重要だけど、あくまでそれは通常治療に比べれば微細な効果ではあるわけですね。でも微細な効果があることは確かじゃないですか。そして何も自分にできないということはないわけですよ。だって自分の体ですし、どんなものを食べるかによって良くも悪くもなるなんて当たり前ですよね。例えば毎日ケーキだけ食べて、それで麺いいですかって言って、それは悪いよねって誰だってわかるじゃないですか。で、毎日バランスいい食事して、タンパク質とか炭水化物、脂質もバランスよくとって、で、必要な抗酸化物質をとって、そっちの方がいいに決まってるよねってなってくるわけです。いわゆるトレーニング、まあ、特に僕が、まあ、緑内障の方におすすめしたりするのは、温めるっていうこととか、あとは有効視野のトレーニングね、まあ、この認知症が予防できるドリルって、まあ、認知症のためにじゃないんだけど、真ん中を見ながら周辺がどこまで見えるかっていうのを練習しましょうっていうのをご紹介してます。まあ、中心視野が結構欠けちゃってる人には難しいんだけど、まあ、そこまでじゃない人は、まあ、ちょっと本を手に取ってやっていただけるといいかなって思います。じゃあこれで緑内障が治っちゃうとか、手術がいらなくなっちゃうかっていうと、そこまでの効果はないんですよ。けども、今見えている視野を十分に使うことができるということがあるわけですね。じゃあそれって視野が良くなるんですか？悪化を食い止められるんですか？っていうと、そうではないけども、結局は何のために視野を悪化させない、見える状態を保つのかっていうと、あなたが幸せに人生を生きるためですよね。幸せに生きるというのは、まあ、例えば転ばないとか、ぶつからないとか、日常生活で、見えないから不自由をするとか、まあ、そういう思いを避けようっていうのがメインになってくる。となると、仮に同じ視野の悪さがあったとして、まあ、こういうトレーニングをして、確かに視野はちょっと狭めなんだけど、うまく使うことができて一生過ごせるんだったら、そしたら結果視野が広い人とまあそんなに変わらないわけじゃないですか。一方で何にもしないで視野は、まあ、ちょっとさっきの人よりはいいとなってくると、結果として使える視野、日常で感じる視野としてはむしろトレーニングとかちゃんとした人に比べれば悪かったりするわけですよ。ってなってしまうと、じゃあどっちが生活便利ですかっていうと、まあ、こういうのをちゃんとやった人なんですね。で、これはあくまで一般的な方法で、まあ、場合によってはロービジョンって言って、まあ、視野が欠けてる人がその視野をどうやって使うのかっていうのを自分で練習したりだとか、まあ、ちょっと見えない中で歩くにはどうやって歩けばいいかとか、お料理するにはどうやったらいいかとか、そういうのってコツっていうのがある程度あるんですよね。だからこそ、まあ、訓練所、視能訓練してくれるような、
リハビリセーテーションセンターとかそういうところで、まあ、結構見えない人がしっかりと練習することで、まあ、自立した生活を送ることができるわけです。ってなると、まあ、例えば視野がそこまで悪くないけど自立して生活できない人と、視野はかなり悪いんだけど、まあ、そういうのでサポートして生活できるようになったら、やっぱどっちの方が便利ですかって言われたら、やっぱり自分で生活できる方が便利ですよね。だからこそ僕はそうやって自分でできることを重視してる。これは治療効果だけではなく、あなたの人生を良くするには見えればいいでしょってことなんですよ。生活できればそれがいいことであって、研究データとしての視力視野よりは、あなたが日常生活しておく上で必要なもの、力を得てほしいという目的で、まあ、トレーニングについて、まあ、緑内障のお話をしているわけです。だからこそ、まあ、そういうのは意味ないよっていう先生もいると思うし、まあ、それはそれで合ってる。なんでかっていうと、緑内障の視野を止めるわけでも、視野が広がるわけでもなくて、うまく使って生活できるようになるだけだから、治療効果が変わるわけではあんまりないんですよ。っていうふうに思って、トレーニングには励んでほしいなって思う。だからこそ、いや、そんなんだったら意味ないよって思うんだったらやるべきじゃないし、いや、少しでも自分の人生を良くしていきたいと。自分で一人で生活できるようなふうにしていきたい。っていうんであれば、もちろん中心がすごい欠けちゃってると、ちょっとさっきのはできないんだけど、そういうふうにトレーニングしたりとか、まあ、仮に中心が欠けちゃってる人でも、今ある視野をどう使うかっていう練習は、まあ、しっかりしていただけるだけで、まあ、かなり違います。やっぱり私の患者さんでも、視力 0.1 も見えない、メガネかけてもね、っていう人がいらっしゃいます。で、両方そんな感じ。ってなると、普通の想像だと、まあ、歩くのも難しいよねとか、まあ、そういうふうに思いますよね。でも一方で、両方視力 0.1 以下だけども、もう結構スムーズに歩けちゃってる人もいるんですよね。一方、視力もうちょっと出てる、視野もその人よりいいけど、まあ、なかなか自分で歩けなくて、周りのサポートなしには歩けないってこともある。うん、だから、歩行練習とか、まあ、そういうことも、まあ、非常に重要になってくると思ってください。じゃあ、そういう具体的な練習はっていうと、ロービジョンって言って、まあ、そういう見えない人の専用のね、まあ、訓練が、まあ、うちだと、まあ、訓練っていうかな、まあ、そういう道具の紹介っていうのをある特定の曜日に呼んで患者さんにしてもらうし、まあ、そういうロービジョンをすごく力入れているクリニックとか病院もあると思うので、もしあなたのクリニックとかで、まあ、聞いてみるんだったら、ロービジョンとかってやってるんですかって聞いていただけると、いや、うちは何々で病院にお願いしてるんですよとか、いや、うちはちょっと何ヶ月に1回だけやってるんですよとか、いろいろありますんで、ちょっとそこを確認していただけるのも将来のためにはいいかなって思います。今日はなぜ私が緑内障においてあなたができること、とりわけトレーニングについてご紹介しているのかをお話ししました。それはあなたが視野を今のを維持しながら生活を十分に自分でしていけるように力を持ってほしいと思うからです。まあ、こんな感じで大切な情報を日々アップしていきます。どうしても見逃しちゃうこと、しばらく見なくてってこともあると思います。メールマガジンっていう概要欄にあるのを登録していただけると、その情報を見逃しにくいので、まあ、ぜひぜひ登録していただければと思います。よろしくお願いします。